ですね、本日クリスマスでございますね。はい、ということで昨日はね、あの謎のサンタなのかな、サンタに似た男からね、あのクリスマスプレゼントの動画が上がったかなと思うんですけれども、あの私もねサンタさんからクリスマスプレゼントいただきました。今日の動画はこちらでございます。はい、カメラの技術のねデラックスコマンドツインバックル&レイジングソードということで、こちら、いや買っちゃいましたね、買っちゃいましたね、もらいました、サンタさんに、ね、いただきましたね。まあね、このコマンドバックル、正直ね買わないかなと思ってたんですよ、ちょっと前の動画でね技術関連のアイテムを含めてちょっと節約をしようかなと思って、まあ、デラックス価格もねなかなか買えないかなと思っていたんですけれども、まあ、サンタさんからねもらったから、サンタさんからもらったんで、ゲットすることがねできました。ありがとうございます。そしてね、
どっちかというとやっぱり、ね、一般でゲットしたい、ガチャガチャとかでね気軽にゲットしたいアイテムかなと思ってたんですけれどね、まあ、プレ版ということで大君はねこんな感じで一般でねゲットすることできました。ちょっと一回スイッチ入れて、はい、まずは大空にね変身してみたいなと思います。いきます。はい、エントリー完了ということで大空に変身しました。まあこれだけでね別に何かしらか音声が鳴ったりとか特別なね発光が起こることはないんですけれども、まあ、やっぱデザイアドライバーのね真ん中にこのそれぞれのねライダーの ID がはまることでアイデンティティがね出るかなと思うので、すごいねいい感じにセットすることできましたね。これであとは忍者だったり、あとはねブーストのレイズバックル使ってタイクーンでねいろいろと遊ぶことができるようになっております。まあ、今回はねコマンドレイズバックルメインなのでタイクーンは一旦外してね技術の方で遊んでいこうかなと思います。ということで改めてねコマンドツインバックル開けていこうと思います。ちょっと箱がでかいからね画面外で開封になりますが、さっきもね言った通りこれ自体はね僕が遊んだ後は甥っ子のね手に渡ることになります。まあ、ね、甥っ子が遊んでくれたらそれでいいっていうのと、まあ普通に家にあってもね剣武器とかってかさばるし、まあどうせ甥っ子もねプレゼントをあげないといけないなと思ってたんでちょうどいいかなと思って、これだけはね僕がもらいます。これは気づかないからね僕がもらってもこれはもらっちゃいますけれども、Great.
の姿にね、副眼だけ変わってるというシンプルな見た目ですけれども、このねレイジングソードが付属というか飛んできてね、武器として扱えますね。ここにはめればいいのかな。いきます。あ、これだけでは特に音声はならないですね。一応これでレイジングソード自体がね完成という感じ。いいね、このベルトがつくことでよりね重厚感が増すというか、武器としてね、まあ普通に重量もね上がるからかっこよくなった感じがしますね。で、武器自体はここにトリガーがあるんで引いてみます。いきます。絶縁シートないよね。あ、スイッチがあるわ。スイッチ、そんな音声になるんだ。レイジングソードという音声が鳴って、じゃあスイッチ押します。割と鈍めなね音声が鳴るんですけれど、ここの発光がね一回一回変わりますね。これ俺、じゃあ青と白って感じかな。これ青と青だね。これ青とオレンジ、青と白、こんな感じで3パターンでね色が変わってますね。なかなかに細かいですね。で、まあここのベルトもちょっと触りたいところではあるんですけれど、一応単体のね音声がこんな感じかな。このね武器とこのねベルト、この変身した姿でレイジングフォーム完成という感じですね。ちょっとこの状態でまずはねレイジングフォーム自体の必殺技で出せるのかな、ここをね押して試してみたいと思います。いきます。はい、グレートストライクという音声が鳴って、一応これ単体のね必殺技音声が入ってましたね。まあ全然シンプルっていう感じかな。ということで、じゃあね、ギーツもこのバックルどうやって外すんだって言ってましたけれども、このねレバーを倒して必殺技&このバックルを外してね、ジェットモードかなに変身するで手順をやっていこうかなと思います。いきます。最後のファイトだけかな、両方からね流れましたけれども、え、めっちゃ良くない？発光もすごいかっこいいし、見た目やばいね。これすごい、なんかこれだけでこう完成されたねベルトっていう感じのメカニックなね、こうシステマチックな感じの、ね、見た目していてめちゃくちゃ好みね。で、そしてジェット&キャノンということで、はい、コマンドフォーム、まずはねこのジェットが右側にね来てるので、ジェットモードの完成でございます。こっちから見ると左側か、こっちから見ると左側がジェットなので、これがジェットモードね。まあ普通にベルトこうはめてる状態ではね、右側がジェットという、ね、感じでございますね。まあ右側のねフォームが上半身に来るということで、ジェットモードね、この状態ではまあ飛行がねできるっていう感じかな。こうねブーストしてこう空をね飛ぶ感じのあのスタイルでね戦えるという感じで、で下半身にはねキャノンもついてるので、確か足からね砲弾を飛ばしてるような攻撃もあったかなと思うんですけれども、まあ技術のね変身ができるという感じです。これ装備もね今出てるんだけど結構欲しいんだよね。フォーム自体はね結構かっこいいので、あの好きなフォームかなと思います。じゃあリボルブオンしちゃおうかな。ちなみにバックルを失ったレイジングソードもね普通にこの状態のままとね使うことができますね。一旦これは置いておいて、じゃあリボルブオンいきます。音声はねいつもと変わらないんですけれども、リボルボンすることでキャノンモードに、ね、変身することができますね。 ID はちょっと裏返っちゃいましたけれども、一応この状態でね、キャノンモードになってるという感じですね。この状態ではね背中にこうあのカメックスみたいにねキャノン砲を2台ね背負ってる状態なので、あの背中からね砲台を発射することができるという必殺技のね時はこう背中にね翼をね、突き刺して背中に違う、背中側の地面にね翼を突き刺してっていう、ランページバルカンさながらのね攻撃方法で
はね変わらないんですけれども、真ん中がね対空の状態で、対空のコマンドフォームジェットモードにね変身が完了という感じですね。まあ、やっぱり基本的なね音声はこの、ブルーの、ね、方のコマンドレイズバックルから出てるんですけれども、ファイトだけねどっちもなるっていう、ね、同時になるっていう感じでかっこいいね音声になってますね。いや対空真ん中がね対空になるだけで、対空のねコマンドフォームが、ね、想像つくよね。この ID だけでもだいぶ印象変わるっていうのがねこのベルト面白いところかなと思いますね。ちょっとじゃあ対空はやっぱキャノンモードがね印象あるのでリボルボンしていきます。いきます。はい、まあ見た目はあんまり変わらないけれどね、こんな感じでぐるぐる回してねフォームチェンジ遊びができるようになっております。じゃあ最後ですけれども、このレイジングソード単体でもね必殺技ができるみたいなので、これだけでね必殺やっていこうと思います。このねバックルが余る部分のここにねボタンがあるんですね。ここを押します。はい、ピカピカ発光してこのね剣の必殺技が発動できるという感じ。いやーいいね、この1セットだけでねアイテムがね、まあ、3つあるっていうのもそうですけれど、いろんなね遊び方ができるので非常にね楽しい仕様になっております。ちなみにこのオレンジの方のバックルもここにはめることできるのかな。型はなんか普通にはまりそうだけど、あ、はまったはまった、普通にはまりましたね。え、これ他のバックルもはまるのかな。あれなんか形状的に全部いけそうだな。例えばですけどブーストとかってはまるよ。あ、はまるわ、はまりますわ。これなんかスチームパンクな見た目になった。よりね重量感がある剣になった。え、これ全部はまるわ多分。え、この状態で、あ、アクションもいけるよ。こっちからね音声は鳴らないので、こっちだけでね音声が鳴りますけれども、え、あー、やばい、こいつでもっと遊びたくなってきましたね。他のねアイテムでも一応互換性があると言っていいのかな。まあ普通にハマってね、このアクションで音声が鳴るというね機構は搭載されてるみたいですね。へー、なるほど、なかなか興味深いアイテムですね。これを甥っ子に渡すのが非常にもったいない。まあ、僕は優しいおじさんなのでね、泣く泣く甥っ子に渡しますけれども、ね、大事に遊んでくれると嬉しいな。まあね、お正月暇だと思うからね、これで遊んでくれることを願っております。はい、ということで今日はデラックス、コマンドツインバックル&レイジングソード、ね、セット開けていきました。まあね、僕が遊びたいがために買ったアイテムですでしたけれども、甥っ子に渡るということでまだまだね遊び足りない部分もあるんですけれど、あとはね甥っ子に大事に遊んでいただきたいなと思います。あとはまあ劇中でもねこのバックルまだまだね活躍してほしいなと思いますけれども、どうなんだろうね、技術ってこうマイゲームごとに、というか今もう技術も退場しちゃってる状態だからね、マイゲームごとにね使うアイテムとかって変わっていきますけれども、またねこのフォームが登場することも楽しみにしたいなと思います、ね、皆さんもクリスマスプレゼントねもらったらね、もらいましたか。